アスター死爵ウィリアム・ウォルドーフ、ウィリー・アスターは、アメリカ・イギリスの実業家、政治家、外交官、貴族。アメリカの財閥・アスター家の一族。1848年3月31日に、アメリカ合衆国、ニューヨークに生まれる。父は、ジョン・ジェイコブ・アスター3世。母は、シャーロッテ・オーガスター・アスター。コロンビア大学を卒業し、1875年に、 アメリカの弁護士資格を取得。1878年にニューヨーク衆議会下院議員に選出され、ついで1881年にはニューヨーク衆議会上院議員に選出された。1882年から1885年にかけてはイタリア駐在の米国公使を務めた。1890年に父が死去するとアスター家の課長となり、 1>, 1億ドルとも言われる遺産を相続したが、同年にイギリスへ移住した。1893年にはペルメルガゼットとペルメルマガジンの所有者となった。1899年7月1日に帰国してイギリス新民となる。事前事業や大学への巨額の寄付を行った功績で、1916年1月26日には連合王国貴族借位。 カウンティ・オブ・ケントにおけるヒーバー・ジョーのアスター男爵。1917年6月23日には、連合王国貴族爵位、カウンティ・オブ・ケントにおけるヒーバー・ジョーのアスター子爵に除せられた。1919年10月18日に、サセックス・ブライトンで死去した。爵位は、長男のウォレド・オフ・アスターが継承した。1878年6月6日に、 ジェームズ・ウィリアム・ポールの娘メアリー・ダルグレイン・ポールと結婚。彼女との間に以下の腰を設ける。ありがとうございます。